けねえとな。娘の歩みが事故で長期入院することになってしまい、娘婿の秀一さんは仕事をしながら一人で美の周りのことを全部しなくてはならなくなってしまったのです。ずいぶん散らかしたわね。あ、すいません。うん、あ、それ僕が後で片付けるんで大丈夫ですか？こんな撮ったろうと思ってきたのよ。すみません。ご飯も作りに来てあげるわね。あ、いや、そんなことまで、大丈夫ですよ。だってカップラーメンばっかりじゃ、次はあなたも入院することになっちゃうわよ。はい、すみません。もうすぐできるから座って待ってて。あ、はい。そっちの方はどうなのかしら、あゆみと。あ、それは。ごめんなさい。今、あゆみは入院中ですからね。秀一さんとこんなことになってしまった私は自分を後悔しました。でも私の体はもっと男を求めるようになってしまったのです。か、あんなことしたからお母さん絶対来てくんないんだろうな。もうち
しばらく来れなくて。また散らかってるわね。いや、すみません、来てくれると思わなかったです。修一さん。お母さん、じゃあ僕、あゆみを迎えに行ってきます。私も早くあゆみの元気な顔が見たいわ。はい。どうしたの？いや、あゆみが帰ってきたら、お母さんとも会えなくなるのかなと思うと、なんだか寂しくて。何言ってるの、早く行ってきて。私待ってるから。あ、はい。秀一さん、私と会えなくなるのが寂しいなんて、私だって会えなくなるのは寂しいわ。だから、あゆみが帰ってきても、時々隠れてこっそりできるといいわね。